本日は、日立様と、ダイキンの、今後のスマート工場に向けた第1弾の、発表させていただくということで、非常に楽しみにしてございます。今日のテーマは2つでございます。1つはやはり競争ということで、もう1つはやはりその技能の伝承というですね、今社会問題になっている例えばどういった技能を伝承していくんだといったところに IoT の技術を使えばこういったことまでできるというような日本のものづくりへのこだわりというのをですねきちっと評価それからこうきちっとつなげていきたいという思いで今回の競争が始まってございます。こちらのローズ系の実際やってる方の画面でございます。右手に持ってるのがバーナーですね。で真ん中にあるのがこの母材と呼ばれているいわゆる銅管をつなぎ合わせる部分でございます。で左手に持っているのがこうロウ付けのロウ材ということでこうロウを溶かし込んでいくロウ材になってございます。こういったところをきちんとどう空調機の生存を欠かせない重要なノウハウというのが詰まっているということでここをきちんと評価していこうというところでございます。はい、コンセプトは先ほど言ったようにマンマシンマテリアルというものをきちんとどう数値化するかというところになります。でそのマンマシンマテリアルをきちんと数値化するためにサーモカメラ、キネクトという骨格情報が止めるカメラ CCD カメラあとは慣性の加速度センサーそれからマイスターの方の視線をちょっと捉えるアイトラッカーというそういったですねこういったかような多種多様なセンサーを使ってございます。こちらの動画になります。でマイスターがこう作業しているところをですね先ほど言った多種多様のセンシング技術を使ってこれ実際にこれやってるものがそのまま全部リンクしてございます。一番上がバーナーのところがどんな形で炎が出てきちっと熱が伝わっていってるかでそれがこの母材のところですね実際のここの真ん中の母材のところにどんな風な熱の伝わり方をしているかでさらにはここがこのトーチの角度というのがこの右手の動き方をデジタル化したものです。で下がこの手の動きですね右手の動き左手の動きをきちんとどんな動きをしたらこういう動きになるのかというようなこういったセンシングデータを活用しながら分析をしているというところになります。マイスターの方はいろんな手の動きに対しまして均一な温度の分布ができているで訓練生の方は手の動きと連動いたしましてやっぱりこう熱の伝わり方に少し強弱がある。それから我々日立製作所代表の初心者の人間はですねやっぱりこう下ブレがあるだとかで、ね、こういったことが一目瞭然全部分かるようになるというものでございます。ここにですね実は日立独自の画像解析技術が入っています。でここずっと動いてるんですけどもここにですね炎の長さそれから炎のここ中心部からの高ささらには炎のこの垂直に対してどういった角度で当ててるかというようなですねこういったセンシング技術を使って実はデータ取りをきちっと作っていってるとここがいわゆるマンマシンマテリアルのデータセンシングのコツになります。日本のものづくりを人材育成とノウハウのデジタル化によってですね我々きちっと支えていただける支えさせていただきながらですねこういった今回のような競争ということでいろんなユーザー様と特に今回はダイキンさんに非常にお世話になりながら一緒に成長していきたいというところでございます。